ラギゾンですよね。今日もやっていくんですけど、今日はね、皆さんにね、最強デッキをね、お持ちしましたということで、ね、環境も変わってね、いや、ちょっと最強デッキ欲しいな。あー、最強デッキ知りたいなっていう人ね、多いと思うんですけどね、そんな方のために今日持ってきました。ということで、こちら、ザッピーメガナイトということで、ザッピーが入ってるね、メガナイトが入っている珍しいデッキなんですよ。なんですけどね、今このデッキが強いということでね、もともとね、ここが、マスケで大流行したんですけども、最近ね、ザッピーが強化されてから、まあね、ザッピーをね、こう組み合わせて、まあね、スケドラ、そしてロイホグ、ザッピーでね、こう5を復活させていって、メガナイトでドズンってね、やっていくね、そんなデッキになってます。ということで、マルチいきたいと思います。よいしょ。なんですけどね、このデッキ、さあ、これね、非常にね、強いんですよ。本当にね、なんかマスケの時からね、結構穴がないってね、言われてね、そう、なかったんですけどね、そんなね、最強デッキをね、僕が使うことによってね、さらにね、もう穴も、もうアリ一匹通さないぐらいね、穴のないデッキにしていきましょう。さあ、初手が悪い。本当はね、トリトンかね、マスケとか合わせてね、端間にタルババ行きたいんですけど、まあ、初手が悪い。さあ、ここは、回復させてあげて、さあ、オッケー。まあ、これでね、一回、おっと、これメガナイトいいかな。ねっ！で、このね、声と一緒にね、おたけびを上げながら、ね、メガナイトで踏んであげることによってね、こう、威力がね、1.5 倍ぐらいになるんでね、皆さんもね、メガナイト踏むときはね、ぜひ声を上げてください。で、ここら辺で遅れてろよぐ。ここら辺で遅れてろよぐって感じでね、やってあげるとね、さあ、相手はね、刺さりやすい。さあ、行きましょう。ここでメガナイトが、バーンと行って、ここに、相手のターンにね、顔面パンチしていきます。いいぞ、メガナイト、もう一発。ない！素晴らしい。やっぱね、違うんですよね。まあ、うちのね、メガナイトはね、若い頃からね、ビシビシね、ぶち叩いてね、鍛えてきたんでね。やっぱね、この教育が違うんですよね。よいしょ！そして、こうやってトリトンに引っ張っていくことによって、素晴らしい位置のトリトン、ありがとうございます。そんなにね、褒めていただけると光栄ですといったところなんですけど。いや、これを行きたいところです。我慢。やっぱりね、クラルアはね、PS とかじゃないんですよ。やっぱね、この我慢が大事でこうね、こうザッピー。いや、本当は俺我慢したくないんですよね。いやー、やだな、これ。やだな。メガナイト踏んじまうかなと思うんですけど、我慢してください。ここね、我慢した暁にはね、メガナイトが、さ、ここね、ちょっとエリア触れちゃうんでね。こうやっていって、スクドラを出していって、さ、ここで、セパ、やっていくということでね、こっちね、左に2うんこ、左に1うんこと。あー、逆ですね。はい、っていう感じでね、この、散りばめてあげることによってね、ビチャッって感じでね、いい感じの火力が出ると。いったところで、さあ、ここですね。一般人であれば、ここでね、今トリトンで受けてしまうところ。ただ僕はね、プロなんで、そんなことは聞きません。ここでね、トリトン出すことによって、キング起動、そしてここにファイアボールを打っていけることに、バーンと。はい、起動、ありがとうございます。さあ、ここでね、ウンカーをね、出してあげてね。さあ、ナイスウンカーと。いったところね、キングターンも喜んでいましょう。さあ、ここでね、まあ、ほぼミラーデッキなんですけどね。やっぱりね、僕がプロであることによってね、前でね、ちょっと苦しい思いをさせてしまっていることはね、非常に申し訳ないとね、思う所存ではあるんですけどね。まあ、最強デッキをね、使ってしまってるんで仕方ないですね。僕が勝ってしまうことはね、致し方ないと。そう。そういうことなので、ファイアボール！ありがとうございます。さあ、ここでね、メガナイト受けてくるでしょう。そんなね、未来はもう見えてるんですよ。で、ここら辺はね、もうキング起動してるんでね、ちゃちゃっとね、ザッピーで引っ張ってあげて、これにね、ウンカーを出してあげて、さあ。なんでもかんでもね、語尾を伸ばしてあげることによって、こうね、まあ、ウンカーって感じで呼んであげるとね、ちょっとマイルドに聞こえるという、ね、裏技でございますね。これ内緒なんですけどね、皆さんもぜひ使ってみてください。さあ、ここにね、防衛でファイアボールを置いて、ドヤ顔で、グッドゲームって感じでね、ドヤ顔しながらね、グッドゲームを押してあげるとね、まあ、善人だとね、思われる、ね、ことがあるので、ね、さあ、ちょっとよくわかんない、ですね。はい、グッドゲーム。さあ、続いていきましょう。いやー、このデッキね、マジで強いんですよ。もう、どう考えてもね、強いんで、ね、皆さんにおすすめですね。やべえ、マジでさ、俺、髪伸びすぎてやばいんですよね。来週切り、ってか、なんならね、先週切りに行こうとしたんですけどね。俺が間違えてね、休みの日に行っちゃって、そう、家からね、結構遠いとこなんですけどね。そう、休みの日に間違えて行っちゃってね。あれっつって、シャッター閉まってんなって。あ、でも、今、外ちょっと日差し強いから、閉めてんのかなと思ったらね。やっぱり、ちゃんと休みでしたね。はい。なんでね、3週間ぐらいね、遅れちゃったんですけど。さあ、今週か来週が切りに行くんでね。今週、そう。さあ、ザッピをね、セパしてあげることによってね、もうこいつね、マジアンパイなんですよ。ケツからね、このウンカードームをね、セパしてあげることによって、まあ、得することあってもね、損することはないですね。やっぱ4コースでセパすることによって、相手はね、端前から攻めることができないので、さあ、ここね、ファイアースプリットと一緒に、キャッチング。ねえと。さあ、オッケー、どっちも回復してあげて、まあね、威力5倍ですね。
いやこれマジでめんどいって。小屋だけはね俺マジで鳥肌立っちゃうんですよ本当に。さあ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 、やっばマジ。ただこのスケドラね多分メガナイトが飛んだ後後ろのやつに、タゲが映ると思うんで、さあさあさあこれはねキング起動をしたいと思います。よいしょ、はい、ありがとう。まあ、メガナイトはねこの位置にね、まあ、同サイだとねちょっと際どいんですけど、逆サイに飛ばしてあげることによってね結構ええ感じにねキング起動ができるので、ね、皆さんで、そしてこのね運河を出してあげることによって、さあ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 、まあやっぱねザッピーだけはねこのねスキンをつけることによってね、あのよりね黄金の輝いてね見えるといったところで、さあいやーこれどうしよっかな。これでもヒースピでキング起動してるんで、ヒースピだけで受けてあげて、まあ、左もねちょいダメージ食らうんでね、右も共有してあげましょうといったところでね、さあ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 、まあここで一回ねオーブン来ると思うんで、でもう一枚来ると思うんで、そのタイミングねちょっと遅れてスケドラを追加してあげるということによって、まあねポッキリいけるかなと。でこのねスケドラ追加何がいいかってね、あの相手がスケドラをね処理してるするユニットはねこのようにプリンスを出すじゃないですか。でスケドラがねある程度削ってくるんですよ。でまあ残りカスはねこのキング起動したやつとこのねやつでこうねあの処理してあげるといったところでね、でこのねあのさっきのロイホグでね1000ぐらい削って相手残りね、229といったところで、ここでファイアボール、あちょっとラグかった、今怪しかった、だいぶ怪しかった。さあこれ、ね、運河をねドスンとね、もうブリッって感じでねあの出してあげることによってね、あのさあ勢いよくねスポーンってね、たまに勢いよくね飛んでって集めたってなる感じとね、似てるといったところであるんですけど、さあ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 、ここね、まあ、何の話とは言いませんがね、あんまり俺ねそういうなんか下ネタとか結構苦手なんですよ。下ネタ言う人苦手なんだよねっていう人が苦手なんですけどね俺は。さあ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 、とりあえずね行きましょう。さあこれ、ね、トリトンで、やってあげて、ドッっていう感じでね声を添えてあげると、よいしょということでね、さあ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 、いやマジでねこれめっちゃ強いんですよ本当に。もうねてかね普通に理論的に考えてザッピー、そしてロイオグ、スケドラとね、まあ、ファイボコガス3つ入ってる時点で、ファイボ3枚入ってて、やっとトントンなんですよ。そう、ファイボ3枚入ってて、これは4コスじゃないですか。で、ファイボ打たれてもセーフと。で、4コスだからファイボ打たれてもセーフ。で、これはまあ5コスなんですけどね、まあ1コスぐらい上げるよといったところでね、まあ、ファイボ3つあって、やっとね、相手とね、こう、トントンなんですね。だから相手がね、ファイボ3つ持ってない限りはね、もう事実上ね、負けることはないっていう最強デッキですね。皆さん絶対に使ってください。本当にね、絶対に使ってください。で、使って、クランの人にね、あ、マジで、クラロラ上手い人が、ちょっと、このデッキ使ってたんで、おすすめデッキ共有しておきますね、って感じでね、こう、ドヤ顔でね、共有してあげることによって、マジ？ありがとうって感じで、こうね、クランの人とも仲良くできるっていうね、そういうね、素晴らしいデッキになっていきますね。皆さんぜひ使ってみてください。さあ、ここね、いやーこれねーどうしようかな。いやぶっちゃけね運河、いやこれねファイボー使います。こうファイボー打つことによってもう一枚ね空を引き出すことができるんですよ。で空を引き出さずに無視して、そう出してきたところで、いやこれねただいやここ必要あります。おっ、オッケー、後ろでタゲを取ってあげることによって、ここねヤザップが来てもまあ心配なしといったところなんですけどね。もっと早く出せばよかったですね。いや、なんで迷ってた理由としてはね、今なんでここをガゴをね、スケドラで処理しないかったかっていうと、ザッピーと、このデッキにザッピーとスケドラしか対空がないので、まとめて出しちゃうとね、ファイボとかズドーンとかね、まあどっちもファイボで死んじゃうんで、そう、まあ事実上3枚ないと処理できないんですけど、重ねちゃったらね、まあ1枚でもね、全然処理できちゃうといったところでね、まあそれがこのデッキの弱点ではあるんですけど、さあね、運河をね、重ねてあげているので、ここね、メガナイトドスンと出してあげることによって、相手はね、ここにバーバリアンをね、来るしかないと思うんでね、読みファイボいきます。うおっ！いや、これね、相手にね、4コスプレゼントするんですよ。そうすることによって相手は油断してね、このように、インドラとね、ガゴを普段はね、一緒に裂くってことはね、絶対にしないんですよ。そうなんですけど、相手はね、今ね、インドラとガゴをね、そしてヒースピをね、このように外してあげることによって、相手はね、油断すると、言ったね、いいことがありますね。さあ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 、とりあえずザッピをね、やなめ切ったんで、このようにザッピを出してあげて、いや、待ってよ。相手なんでインドラで処理してきたんだろう。あれなんでだなんでだ、さあさあさあ、このトリトンね、トリトンからの繋ぎであげることによってね、めちゃくちゃいいんですよ。さあ、ここ。ファイボー来るぞ、来るぞ。あ、縦線でしたね。おい！さあ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 。いや、これ真ん中目がいっていいですね。さあ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 。
で、これね、竹外れるんでね、一本折ることができると。いったところね、これね、ウンカーをね、ダブルウンカーといったところね、これしかもバルーンがね、もうね、マジでね、ラバーをね、めちゃくちゃ止めるんですよ。なんで、こう、ウンカーがね、ぶち止めてあげる。ブリ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 って感じでね、止めてくれてるんで、ここでね、出してあげて、大体ね、ファイブを、ギャザップを切ったんでね。まあ、ここはね、あとは、このようにスケドラを延命してあげることによって、まあね、相手はね、このスケドラを突破することができないと。いったところ、これでね、もう一回、ブリブリブリっとね、3体出してあげることによって、グッドゲームと。はい、いった感じでね。いや、マジで強いんですよ、これね。空ね、2枚しかないからね、きついでしょってね、思う人いると思うんですけど。まあ、基本ラバって、こう、受けがね、まあ、バルキリーとか入ってるやつもあるんですけど、基本的には、ババア片手戦なんですよ。まあ、なんでね、ザッピーをこう、セパしてあげて、1体を、こうね、ラバの方に向けてあげて、ラバの動きを止めつつ、まあね、もう先にね、メガナイトで攻撃してあげる。2体の方に繋げてあげると、相手がね、防衛でインドラとか出してきたら、まあ、あと取られないんですよ。で、なんでね、こう、陸だけで攻めると、なんだろう、例えばですけど、トリトンロイフとかね、行っちゃうと、やっぱね、このね、空だけとかで許容されて、爆破と取られるんですよ。そうなんでね、やっぱね、こう、陸と空をね、繋げて、うーわー、これね、2体。気が向いたんで、こっちに2体向けておきます。さあ、ここでね、行きたいんですけどね、ロイフがなんせないといったところで、でもね、ここ絶対攻めた方がいいんですよ。分かってるんですよ、俺は。なんで、ここにね、ロイフが来るんで、ヒースピをこっちに向けてあげて、ロイフ。さあ、もしね、ここでバルーンとか繋げてきても、まあ、ええんじゃないか、ええんじゃないか。はっ、はっ、はっって感じでね、ここ、よいしょ。オッケー。さあ、相手何これ、ファイブ打った？もしかして。なんかさ、すげえ減ってなかった？ロイフグ。ロイフグすげえ減り方してたな。めっちゃ防衛に意識入れてたんですけど。最悪だ、これ絶対ファイボはないな。多分ラバクロなんで、ファイボはないはず。で、ラバクロって基本的には、呪文がクローンなんですよ。そりゃそうですよね、ラバクロだから。呪文はクローンなんですけど。陸が薄いんですよ。めちゃくちゃね、ババ1枚とかね、ババ1枚、ディガーすら、ね、入ってないみたいなのが結構多いんで、ラバクロね、ぶちかましていきたいと思います。さあ、ね、ただラバクロの特徴としては強い声がいるわけじゃないんですよ。そう、ベビダルとかみたいにこうね、強い声がいるわけではなく、なんかね、こう緩めのね、声がいるといったところで、こうがっつり目がないと逆再攻めてあげます。おお、マジやば。いや、でもそれちょっと美味しいですね。しかもなんなら、ここで、ヒースピ追加してあげることによって、さあ、後でね、ザッピーでこのようにしてあげて、やばいって、それはマジでやばいんだって、本当に。いや、待って、でもザッピーさ、割とさ、これさ、ベビドラ溶かせてるんですよね。割と火力高いっすね、この子。いや、これさ、ギリ。俺の神ファイボ。ぬっ！いやー！溶けない、危ねえ！さあ、怖いって、でもファイボ1枚だと思うんですよ。ラバクローンだからな、さすがに。そう、一体ザッピーが竹取った時にロイフグをぶちかましてあげることによって、相手はね、今来んの？っていうね、そう、ザッピーが自陣に入ったことで、あ、来ないんだってなったところで、こうね、やってあげることによって、今来んのってなって、相手ね、油断を誘えるといったね、技になってます。さあ、ここ、OK、これでき、先にこれ出してくれるの美味しいっすね。いやー、なんか全然ダメ。怪しい。でもこれさ、バルキリーいるから、ダメなんですよね。やべえ、マジで。これ、5打つしかないな。あ、でもいい。めっちゃ頑張ってる。いや、待って、これはさ、ワンチャンかでるくない？ラバクロなんか多分、このね、理論的に一番きついんですけど、理論的に言うとね。で、今、バルキリ切ったんで、これで、タルババしかないんですよ。こっちに、やってあげて、で、バルキリが来なかったサイドに、オッケー。いや、ファイボ来んな。いや、ファイボここで探せればでかい。さあ、いけ。よいしょ。さあ、ファイブくれ。さあ、ここでね、ファイブを探せることによって何がいいかってね、ザッピをね、セパさせることができます。いやー、だ、これやべえな、普通に。で、これ多分こっちにベビドラ来るんで、カバーしてあげて、オッケー。で、こっちにはファイブ。やっぱ、あー、これババに当てれば全部回復したな。またね、この運化を出してあげることによって、さあ、サラチ対決。ラバーね、このサラチになったら最強ってよく言われてるんですけど。だラットとかもね、クララリーグでね、サラチにしてたんですけど。これ、いきますか。よいしょ。両手タッパーでね、してあげることによって。いや、いい感じで綺麗に。めっちゃ綺麗に。やっぱ俺 A 型なんで、こう、綺麗に分けることっていうのね、クララでね、勝つことよりもね、一番に綺麗に分けることをね、重きに置いてるんですよ。さあ、なんでね、こう、綺麗に分かれたところで、さあ、ここでね、
さあ、いい、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい。さあ、いけ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 ロイホグとかね、基本こう、後衛をつけて、後衛をつけて、固めて、そこに5を切った後にロイホグを最後にね、5襟で追加するっていうね、のがね、基本の戦術になってるね。いやー、やばい。あ、ただね、攻めのロイホグにやっぱね、5を切らせることが大事だね。2倍以降は特に、5を切らせると、あのようにね、ロイホグを投げていないで、バルキリーとかってね、許容されてから、こうカウンター、相手が5を持った状態で、後衛いる時にラバ追加されると終わるんすよ。そう、あのね、ロイホグにね、5切らせないと。やっぱザッピーとかつけたらどっちか消されたら、アウトもう1枚しかないから、あれが来た瞬間に、ね、これを、こうして、追加してあげて、はい、クローン、はい、勝ちって感じになっちゃうんでね、相手からしたら。まあ、そんな感じでね、5切らしてあげるといいんじゃないでしょうか、といったところでね、今日はこの辺で終わりたいと思います。またね、このね、最強デッキ、まあ、私が使ったからね、最強になったというのもあるんですけれどもね、まあ、その前にね、この、マスケ。をザッピーにした方ね、ぜひ使える方はね、使ってみてください。ということで、ね、今日はこの辺で終わります。もしよければね、高評価、チャンネル登録、そしてコメントの方もね、いつもコメント見てるんでね、それをね、やっぱモチベーションに頑張ってるんで、ね、コメントしてくれるとね、嬉しいです。ということで今日はこの辺で終わります。また次の動画で会いましょう。バイバイ。